さあ、戦闘が来てしまった。いろいろと準備をしてやっていきましょうか。はい、では準備が完了したのでやっていくのですが、その前に一つご報告。リシティアは前回のでちょっともう一度やられてしまったので、まあ巻き戻しで今はなお命はありますが、今後はちょっとお留守番という形になります。というか、そうしないといけないような気がちょっと心にあるので、そういたします。ご了承ください。ではやっていきましょうか。死神騎士の撃破、もしくは死神騎士以外の全滅。マジか、だいぶ厄介やな。早く死神みたいな騎士をやっつけて。なこと言われたってな。そこの床、何か変な気がするわ。ワープできるっぽいんです普段何かあが。るんじゃ。ただ、こっちにもあるんだよな。ワープしたらどこに飛ぶのかがわからん以上、飛ぶのが怖すぎるんですよね。いやー、広い上にギミック満載だな、ここ。うわー。なんかちゃんと見てなかったけど、すごいことになってんな。ギミックだらけか。あ、仕掛けを動かすとワープになる。なるほどね。で、ここはワープ床にならないということは、これがどこに飛ぶんだ？そこがわからんとどうにもだぞ。まず左の敵を撃破してからじゃないと怖いな。そういうつもりでいこうかな。おー、近くに支援があるおかげで火力が出るな。で、ノーダメージが嬉しいな。一段レベル上がって、さあちょっと前出て、で、網目を封印しておいて前出ましょうか。これの範囲は結局弓なんだよな。だから後ろの槍以外はそんな怖くないはず。で、セリル速さ12、高速7でしょ。弓飛んできてもやられることはない。僕はいつでもいいですよ。そう。で、僕の出番のリようシティアちゃんの代わりに今回新しく加入した、成長率のいい両成長を持った村人ツェリル君ですね。彼の活躍に今後期待していきたいところですね。私ですか。ただ、マリアンヌは弓来られるとちょっと嫌なので、少し後ろ気味で待機。いつでも行けます。こんな感じかな。かわして、ちょっと天帝のままだったのが失敗したが、扉の鍵は取っておきたいな。松明の代わりに持とうか。ヒルダに来たか。まあ痛くないですね。で、槍はこっちに来る。剣だからって調子乗ってますね。もう一人の弓は、よし。おお、こっち来るか。しかしいい回避ですね。では、取っていきましょうか。どうです？ちょっと足らない。まあ、高速落ちというか、追撃されないにしてもこちらも出ないという絶妙なラインですね。鋼のコテが火力いい感じ。そして、斧でも一撃。さすがラファエル君、だいぶ強くなってるね。まあ、速さを諦めて火力に振っているというところが、ポイントですかね。ローレンツ。こいつら弱えな。弱いけど、セリルだと微妙に追撃が出ないという。あ、これ絶妙。これイグナーツでいこう。よし。では、このイグナーツ君の素晴らしい働きぶりに感謝をしつつ、セリルで取る。いいよ。余裕ですね。さあ、レベルアップ。おお、あんまり期待されてもな。技獲得は大事よ。90%と100%では天と地との差がありますから。ラーレンツ、経験値は美味しいな。それか、先生の隣にいるからか。
おお。頂はまだあるか。いいんじゃないこれ。素晴らしいのでは。これは、おお、レオニーに追いついてきた。この使い勝手の良さが。物理のレオニー、器用貧乏のローレンツ、二人でタッグを組めますね。敵を釣ると面倒くさいことになるというのが結構あるというのが分かったから、牛歩で行きましょうか。ちゃんと追いつく範囲内で行くのがいいかな。どちらにしろファイヤーじゃ受けらんねえしな。救出とか体当たりとかがないから、そういうのがあると嬉しいのですが、サファイア食らうが追撃来ないか。追撃来ないというか出ないか。高速銃ちょっと速くなってきましたね。で後ろにもファイヤーがいるんだな。魔法攻撃14、レオニーが食らっても痛い。こういう時こそ活躍するのが器用貧乏ならぬオールラウンダーローレンツ。うん、魔法の反撃を食らってもほとんど痛くない。あれ、どうしました？あっちこっちにあるとは言われても、回避上昇床か。魔法一人なら全然平気だし、レオニー前に出すか。いや、直で殴れるならもう行っちゃうか。痛え。これは2発は食らいたくない。とはいえ倒せないということは、殴りに行って食らう回数が増えるのは嬉しくないな。ちなみに届く、攻撃しとこうか。これそういうことも考慮のうちだな。回復しとき、さて皆さん、今回イグナーツ君に騎士団で神速の構えというのをつけてみました。これで移動力が爆上がりするらしいんですよね。ああそうか、対象を中心にこの範囲なのか。ってことはちょい微妙だな。 OK、 じゃあ誰か一人を移動させ、それを中心に計略を発動させれば効果が高いわけだな。こう、お、これでほとんどの人が移動後だな。悪いな、ありがとう。めっちゃ動ける。羽が生えたみたいだ。いやすごいなこれ、たまらんな。ちなみに移動後の効果ってどんぐらい継続されるんだ。上にマークありますね。移動が上昇した状態、何も書いてねえ。あ、ターン終了までか。それはちょっと軽率な動きになってしまうかもしれないな。槍がいるので回避床を取りながら殴りに行こうか。あれ、槍の割にはなんか結構強いな。支援が一切ないからか。いけるだろ。違う、相手も回避床乗ってたのか。そういうことね。だからそれと思えば結構な回復出ましたね。で魔法は微妙に相手しづらいので、攻撃。さあ先生レベルアップをご覧なさい。力18ってもう上級職並みじゃねえか。これは手本。だからといってもういらないとは言っていないぞ。消しちゃいますよ。扉の鍵が増えてきた。どうしよう、点々の剣預けるのはさすがにないよな。ではラスト1人、これはもう勢いに任せていきたいところだな。だから回避床に乗った相性の悪い相手はさすがに無理があるよな。意外といけそうなのか何とも言えない。後ろにいるやつで攻撃届くのはないから、
レオニーをここまで連れてくるのも別に問題ないな。訓練券両方当ててほしい。うん、一発かわされたか。だがスマッシュ込みなら大丈夫だと思うか。いくよー、すごい動力。スマッシュ当たるやろ。オッケー。さあ初レベルアップ、ティリル君。ほう、ちょっとは強くなれたかな。うん、両成長勢の割にはなんかちょっと普通な気もするけど、まあね、魔力も使い道ないわけじゃないからな。じゃあちょっとずつ前出して、これがどこに飛ぶのかが全然わからないっていうところが不安でしかねえんだよな。とりあえず斧を釣り出すか。話はそこからでしょう。さて先生と隣接しているので輸送隊が利用できる。アマキリは結局使う気配がないので預けて、代わりに扉の鍵を受け取りましょう。ここでもう開けられたりしないな。じゃあ後でいいや。さあいらっしゃい。見えた。そうか、お前もか。なんかこの大事なところにいるやつがみんな騎士団持ってるっていうのをいつも忘れてしまうな。ティリール君、2連撃出るけど硬い。もしかしてアマ、これアマ当たった。道理で硬いわけだ。ではアーマーを撃破するのにとってもうってつけなキャラクターの僕が相手するよ。よし、でここまで削ればツイリル君で戦いやすいのでは。2発まあ残りていうか8ダメぐらいだったら別に大丈夫でしょう。よっしゃい、宝の鍵で弓が届く範囲なんだな。これはイグナーツの戦技でなんとか相手をしたいかな。ちょっと待って、あ、ここ瓦礫なのか扉じゃねえのか、なんか勘違いしてるけど。ではここ開けましょうか。うっそ、反対側も開くの？それは全く聞いてないです。ちょっと待って、とりあえずこれで進行を塞いで、そういう理屈なのここ。ちょっとそれはよろしくないと思うんですが、攻撃、最低でも塞がなくちゃいけないし、ならば一体倒しとくか。で魔法は食らう位置にいたくないな。あれ、なんでこんな動かないんだ。その場から動けない呪いでもかかってんだか。ちょっとわかりませんね。魔法を避けて、こっち来るか。まあさすがに回避床に乗ったソシャルナイトに殴りかかるほどバカではないか。だがこの位置だったらローレンツとかでも殴れる。悪くない位置ではないか。そういえばサイレス覚えたんだったな。ん？サイレス攻撃魔法じゃないんだったな。一切攻撃効果ないってことか。鉄剣でどっちかを当ててほしい。両方当たっても別構わない。お、当たるか。さあレベル15。おお、一歩前進。魔導士との戦いで魔棒を伸ばしていくとは、さすが主人公ですね。で剣士と魔導士はこっちには届かないか。あ、でもだいぶ来たな。これは死神騎士を倒せるんだったらこのまま直進したいけれど、そうでないなら全部を倒すために
全体を周りに行かなくちゃいけないというところか。よし、じゃあ回避床を取って剣士を釣り出しに行きたいかな。ちょっと待ってくれ、ツィリルは先に回復しとくか。ライブが届くならそれに越したことはない。で前出して、でこれを遠距離から殴って倒したいな。おお、ファイヤーで届くね。イグナツ君に経験値上げなくて大丈夫か。イグナツ君やれる？速さはあるんですけどね、彼ちょっと足らないんですよ。そんなイグナーツ君のために私ちょっとプレゼントがあります。足らないローレンツの範囲に入ったらいけるんじゃないかとちょっと思ったけど無理だったか。ちなみに相手もこれ騎兵で射程1あるんだよね。でローレンツにはないのか。ローレンツはイグナーツにはないんだな、射程1。仕方ない。まあ当然ですが必殺 2% を都合よく引くわけでもなくと。うーん、ツィリルを殴ってくるか。で剣士は来るか、全然問題ない。ローレンツここから狙われるか。でどうしましょうかね。まあ、この床取ってれば仮にこの歩兵団がいても意外となんとかなるのでは。いやーでもそうか、万が一当たったらこれ後ろにノックバックされちゃうのか。それは困るな。いやそれより問題なのは魔導士が後ろに2人控えていて両方とも騎士団持ちってところか。これはレオニーでも苦しいぞ。ちょっと怖いな。移動4でしょ、1234だからこの辺まで範囲に入るのか。高速8、ツィリル一発なら耐えられるな。ならばヒルダ一旦下がってツィリルでな殴り抜ける。無理やりここ取った後だな。いやしかしこれ無視すると今度剣士が来るのか。鉄の槍ならいけるか。鉄で潰す、クリティカルは予想外で、このまま帰ろう。おお、この絶妙なタイミングでの魔法上昇、今日はいいな、みんな魔法伸ばす日だね。ただここでラファエルが狙われるのは怖いな。さすがに範囲から外さないと。まあこの辺でいっか。イグナーツには魔法飛んできてもそこまで怖くない。まあツィリルも一発は耐えられるだろうくらいだからな。あんまり過信はできんが。念には念を入れてリブローで。さあマリアンヌ。お、いいね。いかんだ、なんか感覚が麻痺してきた。もうみんなこれぐらい伸びて当然みたいな考え方が微妙にあるけど、そんなことないよな。なんかいい成長してるよな。なんだろうな、最近すごく調子いいぞ。さあ飛んでくる8ダメ、まあそんなもんだよな。さあ魔法を処理すれば物理受けられるのはうちにいっぱいいるから。ローレンツ君いいね、ダメージを抑えつつほどほどにいい火力を出せる。とっても素敵な護身だわローレンツ。よし、
まあ、ここまで削ればツイリルで取ることも可能だしな。ちょっと命中が足らないというところが不安でしかないが、この魔導士をどうするか。ラファエルの連撃で倒しきれないか。命中がひどい。あかんな。技低いな、よく見たら。あれ？ラファエルってそんなひどい成長率だったか？いや、あんま変わらないか。なんかローレンツのベースが高すぎて、なんかちょっと錯覚しているけど、意外といい成長ばかりでもないのか。どないしましょう、これ。イグナーツ命中安定してんな。スキルのおかげか。とりあえず曲者なら 100% までいくもんな。ここ外してほしくないから曲者。もう12まで減ったら誤差でしょ。よし。ただこの騎士団物理下がるのか。それはちょっと失敗だったかもしれないな。ヒールーダちゃん、あなたの命中どこですか。行ってこい。よいしょ。惜しげもなく戦力を使っていく。魔力、なんかみんな割と魅力は安定して伸びてるな。何なんだろうな、魅力があまり伸びないキャラの方がいないくらいで。これツイリルいけるかな。いや、ツイリルをそこまで前に出さない方がいいか。いける、お前ならやれる。よし、さあ両成長を見せてくれ。力、速さ、技、つまんないの。ツイリル君、君魔導士に興味ないかな。ちょっともしかしたらねえ、理学使いが足らないっていうことが起こりうるかもしれないので、ちょっと覚悟しておいてもらえるとありがたいな。ラファエル、まあ弓がいくら強くても耐えはするよね。でレオニー、ちょっとこれぐらいまで前出すか。ここまで行けばツイリルが食らわなくなるという安心もある。回復、ありがとう。では先生前出して、ついでだからライブ振っとくか。助かるよ。お、こっち来るか。さあこの弓は誰でも倒したい放題だけど、でも倒さないと道がすっかり塞がれていてすごく迷惑。レオニーで突破しても良いが、ちょっと考えようか。ヒルダ？あ、ヒルダ命中あるのか。だからさっき安定してたのか。経験値のバフをかけておきながら、足らねえのかよ。それはちょっと予想外ですわ。でもご安心ください。そういう時にイブシリンの活躍をしてくれる素晴らしいお方がいます。それね、イグナーツって言うんだ。パーフェクト、オッケー。まあ反撃は来るけどそこまで痛くはない。魔力伸びていくね。イグナーツもローレンツと同じ道行く？それはちょっと険しいぞ。さあ削りも完璧で、これはどっちだ。命中を安定させた方がいいかな。これ一発しか当たらなかったら倒しきれないもんな。スマッシュ、さあ経験値獲得。お、強弾兵で命中上がった。これは嬉しい。さてそれはよろしおすが、これどうやったらいけるんだ。これか。あーってことは誰かを送り込まないとそもそもここいけねえのか。多分こう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 ってことでいいのか。
これに早く気づけていればよかったな。なんかどうやったらこっちに来るのか全然分かってなかったっていうのがここに来て出てしまったな。分かったぞ。じゃあちょっと死神騎士をもうこれどうしようもないというふうに感じたら全力でレオニーを向かわせる方針でいきます。次だから回復計略使っとくか。これでいける。定期的に使っておかないと騎士団も成長しないからね。いやまあ向かわせるなら先に行かせておいた方がいいな。さすがにレオニー一人抜けたからここのメンツ相手できないなんてことはないはず。ローレンツがいるんだぞうちには。何も問題ない。そんなあなたにドッカーン。あれちょっと待って、これもしかして行動終了まで、次のターン終了するまで動けるかな。それだとありがたいのですが、ローレンツ動かして、マリランヌはなるべく奥まで。攻撃でサイレスさせても、そしたら相手近づいてきてくれないから、これダメだ。こうだ。さあ来る。だがローレンツの強さにひれ伏すしかないでしょう。さあちょうどいい削りの上で、ゼリル君いいよ。技さっき伸びたっけ。決まってくるね。力、技、速さ、これは物理期待できますね。しかし魔力もいい感じに伸びる。本格的に両刀を目指すか。回復もこなせるとか理学もこなせるとかだと確かにいろいろと使い勝手はいいかもしれない。マリアンヌさん、相手のドーラに対してどんなもん。食らわない。でしかも騎士団持ってないし、変なスキルも持ってない。これぐらいだけど、これもうマリアンヌで相手が死ぬまでひたすら立ってればいいんじゃないか。ついでに殴る。ほらノーダメージ。よしじゃあここはマリアンヌにお任せして、うーん、やはりターン終了までしか持たないか。レオニーを向かわせます。間に合うかな。というかこの人は何で動けないんだろう。マリアンヌ残り11まで減らせられる。ちょっと足りねえ。ローレンツ行くか。いい削り。後にマリアンヌで取るか。マリアンヌの育成をどのようにしていくかちょっと決めあぐねている感はあるが、ラファエル君、まあ倒すのはやぶさかではないが、あよっかん。じゃあそれぞれを魔法耐久の高いやつで止めるか。いやいやいや、ちょっと待って、危ねえ、弓届くじゃねえか。これはマリアンヌ出せねえな。この弓たちはレオニーに倒してもらわないとダメなんだな。よし、さあ来た。7。あれ今ドーラが来たよな。なんで反撃しなかった。あ、そうか、槍持ってるからか。ファイヤー終わってんじゃん、よく見たら。いやーもういろいろとめちゃくちゃだよこれ。うん、どうせ食らわんしな。リザイヤで時間を稼いでいる間にレオニーには向こうへ行ってもらいたい。イグナーツ君が釣り戦いやすいような位置に動く。さあクルー、痛くない。
殴り返す。シティレベルが上がる。こちら相手ならいくらでもと思ったが、そうでもないな。イグナーツちょっと足らねえな。鉄の弓プラスをクロードから預かっとくべきだったか。よし、転移しとこ。ではこいつから戦っていこうか。守備16、たっけ。高いが、さすがに訓練用の剣で殴ってダメージ通るよな。攻撃17、ちょっと怖いけど、まあ万が一のことがあればワープ以下で帰ろう。レオニーは多分大丈夫、傷薬もあるしな。リザイア、ちょっとこっちも削っておきたいな。窓の杖、魔法攻撃の威力を高める杖。お前それ持っててマリアンヌにノーダメージなの？それはちょっとかわいそうじゃないか。イグナーツ弓、これで全体を削りながらいきましょうか。さあ魔法を食らわない、跳ね返す。で寄ってくる、ナイス回避。いや勝てえ。アーマーキラーくらい持てるようにしておくべきだったか。ちなみに鉄槍でこれ、鋼の槍でも追撃が出るからそっちでもいいが、これにしようか。斧のアーマーに対して思いっきり槍で追撃を出していい勝負をしていくという、このレオリーの完璧な戦い。ではマリランヌでこちらをとりあえず取ろうか。マリアンヌのリザイアがものすごい大事な場面は多分この後にはないと思うから。いいぞよ。私の力、マリアンヌは本当この下半分がめちゃくちゃよく伸びるな。とてもありがたい。でイグナーツくん、弓連撃で倒そうか。よし持ってった。冴えているな。いいぞい。でだ。で、まだ扉は開いていないので、イグナーツくんがぶん殴られて大変なことになるということはない。先生で回復をしておいて、まあだいぶ扉の前でうろうろしてますが、次、そろそろ、次の次ぐらいでは、レオニーがワープして、この辺りにプレッシャーをかけてくれると信じているので、問題ないと思いたい。16ターン結構経ってるな。まあまだ大丈夫。全然当たんねえなこの雨。もうちょっと技を磨いた方がいいんじゃないか。騎士団レベル上がっていく、さらに軽くひねっていく。さあガンガン来ますが、回避の上がりそうなやつでいくか。剣でも装備しとくか。で次のターンでいきますね。出た。この扉を開けた時にこの騎馬兵が来るんですよね。高速5、ヒルダで十分受けられますね。ではちょっと、いやツィリルで受けられる。攻撃17はちょっと痛いけど、追撃が出るならツィリルで全然大丈夫なはず。それで行こう。やはり今回は新戦力であるツィリル君に頑張ってもらいたいからね。先生の隣にいると
経験値が 1.2 倍になってくれるので、そこで待ちたかったんだけど、魔防床があるのか。魔防床ならいっか。回避床だと思って一瞬焦ったけど。これで。どうせ魔防影響ねえしな。あとはいいかな。まあ、ライブでも振っといて、で、ローレンツの準備をしときながら、これで OK。うん、一発は重いが。うん、そうか、お前裁量があるんだったな。なかなか上手な裁量してくれるじゃねえか。ちなみに新神騎士にツリル君が挑むとどうなるの？わー、大変なことになる。絶望しかねえ。ちなみに先生が戦いに挑むとどうなるの？わー、絶望しかねえ。天帝の剣を使うとどうしようもないですね。これ仮にレオリーで言っても無理じゃないのか。守備魔防が高いというのと高速15か。最低でも高速12ないと追撃もらうもんな。高速12ある人なんているんですか？ああ、レオニーしかいねえや。レオニーがこっちに行っている時点でちょっと厳しいな。よし、じゃあ前へ出て。手槍でも投げとくか。はい。仕組みが分かれば簡単かもな。技プラス4いいね。え？まだ技上がるの？まあ、ちょっと今スキルがパンパンなので変えないと技プラス4はありませんが、それにしたって使い勝手良くなってくるね。ツイリル君と死神騎士いけねえか。無理だよな。これは普通にレオニーでこっち倒してもらってツイリルでここ受けるのが一番いい気がする。こんな目の前まで来て死神無視を、死神騎士を無視するというちょっと暴挙とも言えるその動きにちょっともやっとはしますが、さあ来なさい。ほらー、ツリル君は守備魔防どっちかでいいから上がってほしいんだが。さあで斜め打ちをしていくか。ではレオニーちゃんで訓練剣狩りをもらうか。これ開け、次のターン開けてでまた殴られてで結構待ち時間ありますね。まあ仕方ないかな。これで動く仕様とかになったらさすがにもう諦めるしかない。はい、クルーで扉を開ける。待機しかないんですよね。いや届くか。これ1足りねえ。なぜこう微妙に足らんのだ。射程2が少なすぎるな、こうやって見ると。先生なあ、まあ、必殺が高すぎるから仮に高速で追撃が来なくてもっていうのはちょっと無理があるけど、せめて追撃取られなければな、一発与えるかもっていうのが悔やまれるね。こっちにいるやつが見事に高速11以下しかいないというところがその悔しさに拍車をかけているし。とりあえず殴っとくか。うん、死神騎士またダメだったか。あれ高速ゼロ。え、大丈夫だよな。追撃もらってもこの弓にやられることはないだろう。いや、ないよな。万が一があるか。
ちょっと待って、これでイグナーツの持ち物剣士になってるな。あ、持ち替えできるな。あー危ない。ちなみにラファエル君が鉄のコテでぶん殴るとどうなるんだい。あー悲惨、強すぎんよこいつ。なんかステータスというよりはスキルがやばい感じするなこれ。でなぜかイグナーツの方に来るか。問題ない、レオニーあとちょっとで成長するし、レオニーになりようかな。それはイグナーツも同じだって。うん、まあ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 、だいたい横並び。ここはレオニーでいきます。さあ今後より活躍してくれるエースとしての期待を一身に背負っていく。 HP がちょっと足らないかなって、なんかそんなことを考える余裕すらあるよ。どう、今日が過ぎるぞ死神。やっぱ同一人物ではないのか。我が逸落も承知。はん、いずれまた会おう。我が名は炎帝。炎帝、炎帝か。逃げられたか。もうこんなところに用はないわよね。おー無事終わった。神神騎士相手するんだったらやっぱり集中的に誰かをめちゃくちゃに強化しないと到底無理って感じですね。必殺高いというのがちょっと怖いけど。ツリルのやる気、よっしゃ。今回は無事なんとか済みましたね。さあこれからツリルくんがどう活躍していくのか期待に胸を躍きますね。